なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第271話、神の力と魔族の力、朗読を始めます。魔王学院の不適合者第271話、神の力と魔族の力。審判のかがり火がゴーゴーと燃えている。セリスたち3人とシン・エールドメイドは退治したまま睨み合いを続けている。静寂を打ち破るように触手をうは言った。カカカ、どうした？セリス、ボルディゴード、ゼクトしないのならば早々にこの口を封じてくれ。それとも何か、また魔王が蹂躙するだけのつまらぬ戦いにしたいのか？ん？自然体を崩さず平然と自分を見据えるセリスに、エールドメイドは続けていった。あるいは今ここで俺があのことをぶちまけることさえお前の計画のうちというわけか？言ってごらんよ。それでわかるんじゃないかい？動じぬセリスの言葉にカッカッカとエールドメイドが笑う。そうそう、それが正解だ。慌てふためきゼクトに応じるようならば心当たりがあると言わんばかりだからな。さすがは魔王の敵となろうという男、そうこなくてはな。では遠慮なく言ってやるぞ。お前はガフー。エールドメイドの喉に深紅の魔装が突き刺さっていた。相も変わらず油断の多い男よ。そなたの考えはあの魔王よりも理解に遠いぞ。次元を超え離れた距離から冥王はディヒットアテムを押し出す。勢いよくその穂先は触手王の喉を貫通した。しかし血まみれになりながらもエールドメイドは笑みを見せる。俺が油断したから刺したのか、それとも喋られてはまずいから刺したのか。ザレ事を。イージスがそのまま槍を振り下ろそうとするも触手王はその先端の柄をぐっと掴み上げる。俺様の矢に射抜かれ果てろ。カイヒラムがマキューネ・テロ・アウブスから3本の矢を放つ。ディヒットはテムに貫かれたままの触手王には逃れる術もなく、脳天、心臓、腹部を矢に串刺しにされた。その身を呪え、ネテロ・アウブス。カイ・ヒラムの言葉とともに、矢の刺さった傷口に黒いもやが立ち込める。それは、体を蝕む呪い、魔力と筋力にかけられる、魔球の重りだ。ぬん。イージェスの槍に押され、触手王の体からまた鮮血が散った。いいのか、先見。団長殿を警戒するばかりでは、仲間が死ぬというものぞ。イージェスの言葉に、しかし、シンは泰然と構え、セリスを見据えたまま動こうとしない。どうぞ、そのままとどめよ。今は同じ配下とはいえ、触手王はいずれ我が君に急なす共柄。ここで始末できるのならば、私としても幸いです。冷たくシンが言い放つ。気戦を制するようなその鋭い殺気を前に、セリスも不用意には動こうとしない。触手王が倒れれば、3対1、町に徹するだけで戦況が有利になると考えたか。しかし、冥王、あなたこそ油断なきように、無策で歯に身をさらすような愚か者ならば、彼はとうの昔に我が君にほふられております。真の言葉に、にやりと触手王が笑う。天に唾を吐く愚か者よ。秩序に背いた罰を受けろ。髪の姿を仰ぎ見よ。奇跡を起こす神の言葉がエールドメイドの口からこぼれる。その体が光に包まれ、魔力が桁外れに膨れ上がった。カカカカ。エールドメイドの体が変化していく。髪は黄金に、マガンは燃えるような赤い輝きを、その背には魔力の粒子が集い、光の翼をかたどっていく。けたたましい地響きを立て、エーベラスとアンゼッタが震撼する。膨大な魔力が有した真なる神の存在が、空気をはぜさせ、世界をも揺るがす。その身体が放つ圧倒的な反魔法と魔法障壁の前に、ディヒットアテムが折れ、ネテロアウブスの矢が砕け散った。むう、貴様。すぐさま冥王は自らの左胸を手で突き刺し、血を使って魔装を作る。その石眼の魔眼で、じっと触手王の深淵を覗いた。カカカ、わかるか、イージェス。2000年前から狙っていたものをようやく手に入れたのだ。シルクハットを外し、触手王はそれをお手玉する。手の中で弾むたびに、その数が増えていく。しかし、
実のところ、身体にまだあまり慣れていないのだ。どの神が出るかは、サイコロの目次第。さてさて、何が出るのやら？10に増えたシルクハットをエールドメイドは宙へ投げる。天武神の秩序に従い、食死を追うエールドメイドが命ずる。生まれた前、10の秩序、利用守護せし万人よ。10個のシルクハットから、紙吹雪とリボンのような光がキラキラと大量に降り注ぐ。まるで手品のごとく、それらが万人の体をかたどり始めた。それは白い手袋をはめ、真っ白なフード付けのローブをまとった、顔の見えぬ万人。時神の大釜を携えた、10名のエウゴ、ラビアズがそこに権限していた。これはこれは、まさかまさか、時間を稼ぎたいこの時に、時の万人が10体とは、まるでイカ様でもしているようではないか。ナーヤと盟約を交わし、彼女が召喚することで、エールドメイドはいつでも身体を表せられるようになった。俺に気取られぬよう、秩序の使い方を試行錯誤していたのだろうな。さてさて、では、時神の庭へ行こうではないか。途端に世界が白く染め上げられる。床も天井も壁も、審判の飾り火さえも真っ白に変わった。時神の庭、エウゴ、ラビアズが時間の秩序を調整するため、異分子を排除する際に構築する異空間。お前たちならば、知っているだろう。世界の時から隔離したこの庭からは、エウゴ、ラビアズを倒してしまえば、元の時間に戻ることはできない。数時間先についてしまうだろうな。その頃には全てが終わっているとは思うが、どうだ？エールドメイドが、セリスに問う。そろそろゼクトを交わす気になったのではないか？おとなしく10分待てば、この俺の口を封じるのみならず、ここから出してやってもいいぞ。出血大サービスとは思わないか？どうする？やれやれ、秩序に背くがでイシオラが、万人ごときに屈すると思ったかい？球体の魔法陣にセリスは片手をかざす。そこから、試練が無数に溢れ出し、天地双方に落雷する。ガベスト。純白に染まった世界に、紫の雷が無数に走り、さらに数倍に膨れ上がった。地が停止している時神の庭を、無理やり叩き動かすがごとく、まがまがしき雷鳴を轟かせ、それは白の世界を、暗紙に染める。床が、壁が、天井が雷によって裂かれ、時神の庭が消し飛んでいく。世界は色を取り戻し、エウゴ、ラビアズを倒さぬまま、彼らは元の世界に戻ってきた。ご覧の通りだよ。素晴らしいではないか。時の万人の秩序をたやすく一周したセリスを、恐れるどころか触手を追うは愉快そうに唇を吊り上げる。だが、秩序に背けばそのツケは回ってくるものだ。完全に元の時間に戻れてはいない。先ほどよりも1分経ってしまったぞ。時の万人たちは、再びその場に真っ白な空間を作り上げていく。それが限界ではないのは分かっているぞ。本気を出せ、セリス、ボルディゴード。さもなくば、ゼクトに応じたまえ。セリスは即座にガベストを放ち、時神の庭を破壊する。これで二分だ。ゼクトならたった10分で済むが、さてさて、このまま行けば、どこまで時間を稼げるのやら？二分でしまいよ。冥王の言葉と同時、10体のエウゴ、ラビアズが真紅の槍に貫かれた。高血魔槍、費用が1。イージスが、静かにつぶやく。次元章。10体の万人に穴がうがたれる。その穴の中に、エウゴ、ラビアズは吸い込まれ、消滅した。体の時が止まり、傷つくことのない時の万人はしかし、イージスの費用によって、時空の彼方に飛ばされたのだ。神の力を手に入れたからといって、あまり調子に乗らぬことよ。冥王、お前には、真剣ロードユイへの審判を下そうではないか。触手王の手から、黄金の炎が噴出する。それは黄金の剣となりて、イージスへ射出された。ぬん。真剣ロードユイへをディヒットアテムが打ち払うも、しかし、その剣は一人でに宙を舞い、冥王に切りかかる。かつて、真の剣を持ってすら劣勢に追い込んだその黄金の剣が、怒涛の五徳眼帯の魔族を襲う。高血魔槍、費用が2、次元戦。赤き槍ひらめか槍戦が走り、真剣ロードユイエが、時空の彼方へ飛んでいった。カッカッカ、さすがは冥王。なかなかやるものだ。
ならば、こちらもアンコールにお答えしようではないか。周囲には黄金の炎の柱がいくつもでき、その半数がロードユイエに変わる。数十本もの神剣は、勢いよく冥王に射出された。身構えるイージェスの目の前に、黒いもやが漂う。ロードユイエがそれを貫通する。が、その黄金の剣が貫いたのは、呪いを侵いヒラムの体だった。一本の剣が彼に突き刺さると、すべての神剣は誘導されるように、カイヒラムの体を次々と貫いていく。ああ。血は流れず、傷口は黒いもやと化している。それはまがまがしい呪いのように、ロードユイエを包み込む。俺様を、傷つけたな、食しよう、許さんぞ王。エンサの声が響き渡る。それと同時に黒いもやが魔法陣をかたどり、魔法が行使された。デグデド。魔力で受けた傷を媒介に、その魔力の持ち主を呪い、魔法を自らに引き寄せる呪い。カッカッカ、相変わらずのマゾヒストではないか。カイヒラム。構わん、構わん、構わんぞ。この触手を奪が、貴様のプレイに付き合ってやろう。エールドメイドが杖で円を描く。そこから放出された黄金の炎が、さらに真剣ロードユイエを作り出す。それらは磁石のように引き寄せられ、次々とカイヒラムに突き刺さる。うがてば、傷口は黒いもやに変わる。カイヒラムの体は、そのほとんどが真っ黒になっていた。知っているぞ、カイヒラム。全身がもやになれば、デグデドは溶ける、と魔王が言っていたものでな。それまで待つと思うとか、食しよう。刹那、おびただしい鮮血が散った。エールドメイドの内部から、無数の赤い魔装が突き出されていた。奴の体を内側から貫いたのだ。高血魔装、費用が参りさん、未心中画章。穂先のないディヒットアテムを、イージェスが回転させる。体内から突き出されたその槍が、エールドメイドの体を食い破るがごとく、ズタズタに引き裂いていく。魔力を込めたあらゆる攻撃魔法、回復魔法は、デグデドの呪いにより、すべてカイヒラムの元へ引き寄せられる。回復することも、反撃することも今の食死王には不可能。そう、冥王は思ったことだろう。これで、終わりよ。とどめとばかりに勢いよく回転させたディヒットアテムが、しかし、イージェスの手からこぼれ落ち、あさっての方向へ飛んでいく。か?全身が脱力するがごとく、イージェスが膝をつく。こ、れ、は。最後の気力を振り絞るように、冥王はその隻眼で、周囲を見つめた。エールドメイドが撒き散らした黄金の炎によって、床が燃えている。そこに紛れ、触手の砂時計が44個置いてあった。内部の砂は、すべて落ちきっている。呪いが発動し、冥王の命を奪い去ったのだ。カッカッカ、天武神の秩序は散脱したもの。カイヒラムに呪われたのは、そちらの方だけで、この俺の魔力は自由に使える。エールドメイドは自らの魔力で、エンシアルを使い、傷を癒していく。それができることを悟られぬよう、彼は呪いが発動するまで無防備に冥王の庇護を受け続けたのだ。深く、イージェスがその場に崩れ落ちる。インガルの魔法を使ってはいるが、触手の砂時計が発動している限り、蘇生は完了しない。コツン、と杖をつき、触手をうは笑う。神族を甘く見るなと口を酸っぱくしてお前は言うが、この触手王の力を甘く見すぎたのではないか。なあ、冥王。次回は、魔王学院の不適合者、第272話、虚実の戦い、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。